申し文は、個人が朝廷及び所属監視に提出する上申の文書様式。本来は、申し状と同義語であったが、後に、公家、官人が天皇及び大上官に対する官位申請、及び政務に関する上申文書、特に前者に限定した意味で用いられるようになった。会から派生した文書であるとされ、初期の書き出しを、妨害心進むさる文字あるいは、 傍会ナンルジ初止め、異界あるいは近海の形式が取られた。後世になると書き出しを、防言帳書止め、なお根性除見の形式が用いられるようになる。また、天皇に対する申し文の中には、僧の系統に属する形式を取るものもある。平安時代前期には、朝廷の政策に対する監視職員や、国史の報告文や、新規の提案、申請などを、 申し踏みの形式で上進されることが多かった。だが、監修家を異性への移行とともに、政務的な申し踏みは見られなくなり、もっぱら残された、簡易申請や転任、延べ人などを求める申し踏みのみが用いられるようになる。こうした申し踏みは、監視や国司、または、公家官人個人より、大上官や天皇に提出された。個人が出す申し踏みには天皇に上申する。 相乗をより丁重な形式にした感情と呼ばれる特殊な形式が用いられ、ジョイ人間の先例や古典の名文を引用しながら、ジョイ、人間の正当性を説く内容が記された。このため、ジモクやジョイが近づくと、文章に優れた人物に代筆を依頼する例や、実際に完成した申し踏みを、天皇の側近や、天皇の元に出入りする助官などに依頼して天皇への、 取り継ぎを求めることが行われた。また、樹木や、女衣の実務を担当する情景や、執筆役の苦行などに依頼する例もあった。年休の権利を持つ者が、家事や側近を推挙する場合に作成される簡略な、巨立状や申請状と呼ばれる書式もあった。天皇に提出された申し文は、直視とともに、情景や執筆役に下された。 天皇の特別な意向がない場合には、劇による審査を受けた上で、簡易決定の是非を天皇に相問して決定された。こうした申し踏みは幕末まで区下社会では続けられた。安倍武氏、平安貴族社会同性者、2009年、P129 から130。ありがとうございます。